うっす。新語流師範、常富直です。今日は360度のゾーンについて行います。まず、手を横に開きます。軽く拳を握った状態で手を開いた、ここが自分の体のゾーンになります。ここから前へ突くことはできず、ここが限界になります。で、このゾーンの中に相手を入れない、または相手が入ってきた場合に攻撃することができる。これがゾーンです。同じように手をまっすぐ前に合わせるような形で持ってきます。これが前のゾーンになります。次に、この手を今度は後ろへ回すんですが、後ろの方が分かりやすいようにちょっと体を曲げていきます。こうやって回した時にこの届く範囲がゾーンになります。反対側も同じようにこうやって届く範囲がゾーンになります。そして上の位置はこうやって手を上に上げた時にこの上げたまっすぐの位置が、ここが基本的にゾーンになります。この時、腕がやはりこのような形で押さえた形でまっすぐ。で、今度は下の部分は、こうやって下に下げた時、この届く範囲がゾーンになります。このゾーンの中に相手が入ってくる。その場合に相手をどう止めるか。相手をどう攻撃していくか。これが360度のゾーンの攻防になります。以上、360度のゾーンでした。うっす。